とても嬉しかったですおばあちゃんの恥ずかしがってる姿がまた素敵でいつもおしゃれできっちりされてるおばあちゃんを見習わせていただきます。お料理も参考にさせていただき本日軟禁の煮物を焦がしましたがまた,また再度頑張ります。梅雨の時期をおお体にお気をつけください 教えんちょって恥ずかしいから。<laughs> もう嫌って。やめて。お願い。